演習問題 5.13 の解説を始めます。問題は AC は正方行列とするとき行列 ABOC が正則行列ならば AC の両方が正則行列であることを示せ、またその逆行列を求めよというのが問題です。でまず最初に正則の定義を書いていきます。正則っていうのは行列 A が逆行列を持つとき、つまり AB イコール BA イコール E が成り立っていてとなる行列 B が存在するとき A は正則であるっていうのが正則の定義です。今の問題に入っていきます。で、今行列 ABOC が正則行列ならばっていうのが仮定にあるんで、逆行列自分で適当に置いて今 BQRS が存在したとします。これを言えれば正則なので、両方から ABOC にこれをかけてみます。ABOC PQRS で、これ両方が両方ともこの E になれば正則が言えるので、これを、計算していくと BA BB プラス QC が RA RB プラス SC で、こっち側も同じように AB プラス BRになります。でこれが両方とも E になればいいということで、はい、行列こういうふうになると、これで ABOC が正則であるっていう仮定がここで出ました。でこれを使ってこの PA イコール E っていうところに注目すると、今これ定義はこれ両方とも言えたら正則なんですけど、教科書には書いてないんですけど、片っぽでも言えたら正則っていうふうに言っていいよっていう定理があります。それを使って PA イコール E より A は正則です。次にここ CS イコール E っていうのを使って同様にして、C は正則、これで前半の A と C が正則であることを、示せっていうところが終わります。次にまたその時の逆行列を求めよと、今これ適当に置いたんで、これの具体的なというか値を求めていきたいと思います。で今出たここから正則だったら逆行列存在するんで、P はインバースで、同じようにここも S は
シリーのユニバースというふうにこう2つ出てきました。で次にRA ここですねが0っていうのを使って RA イコールRA イコール0より A が正則だったらこれ0って言っていいんで A は正則なので R は0になります。今これ置いたやつの P と S と R が出たので最後 Q を出していきましょう。で Q はここを使いましょう。PB プラス QC が0っていうのを使って PB プラス QC イコール0これを変形していくと今、これ最後9を出したいんで右から C のインバースをかけます。 C は正則だって言えたん で右からかけていくとここが消えて9だけ残ってこうなりますね。でさっきここで P が出たんでこれを入れてあげて A インバースマイナス A インバース B とっていうのが Q がこう出てました。ということで最後にこの逆行列を代入して P が A のインバース Q が今出たこいつで、R が 0S が C インバースこれで求めたい逆行列が求まりました。これ答えです。はい、以上で練習問題 5.13 の解説を終わります。ありがとうございました。